ゃこんにちは。はい、そゆたかさん、オープン戦終わりました。終わりましたよ。もうオープン戦も終わって、ね、あとはもう開幕待つのみということ、はい、うん、そうだね。はい、でね、言っとくけど、オープン戦の成績っていうのはあまり関係ないって思うでしょ。はい、確かにそういうことはあるんだよ。はい、まあその勝ちに行ったりだとかさ、うん、してないとか、まあ、ピッチャーでもあの実績のある人は試してたとか、はいろいろ言うんだけど、うん、試しても打たれる、うん、勝ちに行ってないって言うけど負け続ける、はい、これはやっぱりね、そのチームの状態があまり良くないね。やっぱりそうなんだ。やっぱそういうことなんだよ。うん、それとかチームの雰囲気が悪いとかさ、はい、まあ、そういうことになってくるんだけど、はい、まあ、オープン戦の位置づけっていうのは、まあ、シーズンには直結しないまでも少し気になるところは各球団出てきてるよね。そうですね、うん、じゃあ今日はそのこれまでの、まあ、オープン戦などを踏まえて、うん、じゃあシーズンでどういうことを注意していかなきゃいけないことが浮き彫りになったかとか、うんうん、そういうことをちょっと、そうだね、はい、はいはい、あの見ていきたいと思うんですけれども、うん、これ球団いきますと、まあ、セパも合わせてなんですけれども、1チームずついきますか、はい、それともちょっと気になった球団をポンポンポンと上げていくような感じにしましょうかね。まあ、気になった球団でいいんじゃないってしますか、うん、じゃあまず一球団目、豊さん気になったまず球団一つ目、まあ、巨人。まあ、巨人はそうですよね。また巨人かって言わ、え、なんか誰、ま、誰が言った誰、なんか聞こえたような気がするんだけどさまあまあしょうがないかな。まあまあ、でも気になった、気になったのはね、はい、やっぱこうベストメンバーがオープン戦ですら組めなかったということね。そうですね、うん、だから今シーズンの戦っていく姿、うん、そういうものがどういう形でいくのかっていうのがちょっと見えなかったということ、はい、それと岡本のホームランで勝つ試合はあっても、はい、岡本が打てなかったら負けたということね。あ、ということは、はい、各球団、うん、岡本さえ注意しておけばっていう。そうですよね。ただ両外国人がどう絡んでくるのか、はい、中田がどういうような状態を保っていくのか、今の状態をね、うんうん、まあそういうことなんだけどもさ、うん、ただピッチャーにしても山口が打たれ、うん、菅野がちょっとピリッとしない、はい、目立ったのは若手、はい、うん、若手は素晴らしい投手になるだろうという素材がいるのは分かったけど、はい、うん、まだこれも未知数ですよね、うん、だからちょっとやっぱ不安だよね。いや、そうなんですよね、うん、だから若手がやっぱ活動し、躍動しないとさ、はい、ちょっと苦しいかなっていう。ただそのやっぱりベテランって安定感があると思うんですけど、うん、悪いなりにも、うん、でも若手って最初のバッて良くても途中からやっぱり崩れてしまうと、そうなんだよ、ずっとずっとっていってしまう、その怖さもあるので、そうそうそう、うん、だから、まあ、ちょっと不安定さを持ったまま、はい、まあ、シーズンに入っちゃうかなっていうようなのがオープン戦で見えたよね。そうですよね、なんか巨人はちょっと、まあ、重傷ではないですけど大丈夫かなっていうところもね、うん、ありますけれども、はい、じゃあ巨人はちょっとそういう不安が見えたと、うんうん、でっていうことは逆に言うと巨人はどういうことをこそのシーズン中、これはね、一ついいことはね、はい、最初に形が決まってなくて、はい、シーズンの終わりに形がガチッと決まってくれば、うん、これは優勝のチャンスがある、うん、最初からガチッと決まってて、それが崩れていった時に勢いを失う、はい、物事って、うん、だから最初揃ってないっていうのをプラスに捉えるかどうかだよね。あ、これが焦りになるとどうしても、うん、結果は良くない方に転がっていくと思う、うんうん、だ阪神が昨年形がバチンと決まった、はい、もうこのメンバーでいくって、そのメンバーで戦えた、うん、だけどこれがこうやっぱ怪我とか調子を崩したとかいうことでバランスが崩れていった、うん、まあ最たる例が佐藤なんだけどさ、はい、佐藤がやっぱ何試合もヒットが出なかった、はい、スタートから外された、うん、そしたらやっぱこう打線の迫力がなくなってくる、うんうん、怖さがなくなってくる、失速をしていくっていうような、はい、やっぱそういう流れになっていく、だからあまり形を最初に形作ってないっていうのがプラスというふうに捉えた方がいいかも、うん、巨人がね。あとプラス、じゃあ巨人は投手、投打一人ずつこの選手がポイントとなってあれしてくれると良くなっていくよというか、まあね、あそこはね、はい、外国人だよ。あ、どちらもそうなんですね。やっぱホームランを打てる外国人、はい、うん、だからポランコだとかね、はい、ホームランを打ってくれれば、うん、まあ、中田翔とかは多分打つと思うんだよ、はい、
はい、今年は、うん、でホームラン王争いにも絡んでくると思う、うん、だからそういう外国人がホームランを打てるような感じでいれば、はい、戦えるよね。あーシーズンも、うんうん、まあ、そういうふうにオープン戦では見えない、ね、はい、うん、他のチームは他のチームはね、ヤクルトはねちょっとね迷ってる。迷ってる。いや若手がいいんだよ。いいですよね。若手がいいとどうなるかというと、はい、やっぱ使いたいとか、はい、ベテランで中堅どころとどうしようかとか、うん、やっぱ欲の世界になってるんだよね、はい、まあ、有望な若手がいるからさ、うん、それを使いたいとか、はい、まあ、いろいろな悩みもあるんだよね、うん、まあ、それと、まあ、昨年優勝した達成感、はい、そういうものがやっぱ多少感じられて、うん、ちょっとオープン戦状態が悪いよね、うんうん、だからまあその迷いがなくなれば、はい、昨年同様ね、ある程度の戦い方はしていくと思うけども、はい、まあ、迷いが消えればいいけどね。そうですね、うん、あと例えばその中継ぎとか、まあ、ピッチャーいますけれども、うん、今回まあ12回延長12回ってなってる中で、うん、まあね、まあ、延長12回の中で、はい、高津監督がやっぱ不安に思ってるのは、うん、18個の引き分けがあったんだよね、はい、昨年ね、まあ、それをやっぱ勝ちに結びつければいいわけだけどもさ、うん、やっぱ3イニングをどうつないでいくかっていうことも、うん、やっぱりシミュレーション的にできてない、はい、だからそこら辺は少し、不安なとこかなっていうよう、ね、思うよ ね、 そうですね。ただピッチャーはいるよ、うん、長継ぎの、はい、ピッチャーはいるけども、まあ昨年と同様働いてくれるのかどうかっていう、疲れは残ってないのか、うん、まあ、清水があれだけオープン戦でね、うん、よかったし、はい、だからまあ不安はないんだろうけども、うん、まあ、これは蓋開けてみないと、うん、やっぱオープン戦と本ちゃんでは違うからね。でオープン戦って、まあ、12回やってないな、やってないんだよ。だから試しをしててもよかったけどね。そうですね、うん、ってなると12回を初めて経験する監督っていうのも他のチームでも、パ・リーグはやっぱ DH があるから、はい、投手交代が一番難しいと思うんだよね、うん、どういうつなぎをしていくか、はい、でパ・リーグの場合は DH があるから、はい、もうすぐ差し込めるんだけどさ、うん、やっぱ打順の兼ね合いだとかいろいろ考えてると、はい、ここもう一人頑張ってくれっていうようなところも出てくるんだよね、うん、そうですよね、だからそういう時にどうするかって、どういう判断を下すかとかさ、はい、まあ、原監督とかは逆にね、うんうん、もうないくらでも経験してるからさ何回やろうか、まあ、もうそこら辺は打てるもんだろうけどもさ、はい、やっぱり三浦監督でも12回経験してないし、うん、まあ、立浪監督も今年からだし、はい、だからそこら辺ではちょっとハンデがあるかなっていうね。そうですね、本当オープン戦は思う、ね、経験できてればちょっと、まあまあまあね、うん、ただオープン戦はやっぱりオープン戦だからね、まあ言ってしまっても言ってしまえばね、うん、だからまあそこら辺は、まあ、本茶に入ってからどう戦うか、そうです、ね、まあ見ものだけどね、はい、うん、さあ他にどうですか、やっぱソフトバンク、はい、やっぱこう人に悩んでるここも、うんうん、まあレギュラーがやっぱこうポッポッと抜けてるから、はい、だからそこら辺は穴を埋めさすのを誰にしようかっていうね、まあ競い合わせてるって言った方がいいのかもわからないけど、はい、まあ、そこら辺がまだ決めかねてるような感じがするんだよね。だから少し、これっていうようなことではスタートはできないんだよね、はい、あ、うん、だからここら辺はちょっと、まあ、不安かなという。そうですね、まあ、ジャイアンツが言った、ジャイアンツの時に言ったように、はい、まあ、形はあまり持たないで、うん、ね、流動的に最後に形が決まればいいという形でいけば、はい、まあ、そういう年だしけどね、まあ、そうですね、ソフトバンクはね、うん、で次に DeNA はよく見えたよね。あ、やっぱり自分たちの課題、はい、そういったものを克服してきているという、うん、でこれは延長12回になったとしても、はい、うん、そういうスペシャリスト、まあ、例えば足とかね、はい、そういう選手もこう見極めてるし、うん、まあ、いい戦いが今年は見れると思うよ、うん、そうですね、走ってよし、打ってよし、うん、でまあ、守って投げてよしみたいな、うん、結構揃ってますもんね。まあ、そうだね、うん、まあ、それと中日よく見えたのが、はい、うん、これはやっぱこう前年度とはね、うん、やっぱ配置も変えたりだとか、はい、打順構成も変えたりだとか、うん、新たなことをやろうとしてるしね、はい、で点を取ればいいということ、うん、で点を取れるような流れを作ろうとしてること、うん、まあ、これを見たときに、あ、今年の中日はやるんじゃないかなっていうふうに
まあ、思ったけどね、はい、うんうん、だから非常にはよく見えた、うんうん、他に、まあ、今言ったところのチームがちょっとオープン戦からシーズンにかけて、うん、だから西武もねそんなによくはなかったんだけどさ、はい、だけどあそこら辺はやっぱりピッチャーがしっかり、うん、投げてるしね、はい、で隅田佐藤っていうルーキーも、うん、非常にいいし、はい、再三言ってるけど東証王国になりつつあるし、はい、まあ、今年がその土台作りというか、うん、東証王国としての初年度かなっていうふうに思わせるような感じではあるんだよね。お、うん、そうなんですね、うん、ちょっと打線が湿ってたのが、はい、少しは気になるけどね、少しね、そこが、うんうん、で山川が今年は絶対いいって言ってたのが、うん、なんかこうオープン戦ではあんまりすっきりした形は残せてない、はい、まあ、これは本チャイになっての変わり身っていうものを期待はするけどね、はい、うん、なんかまあ最初に挙げたちょっと巨人とヤクルトが、まあ、ちょっと豊さん的にはシーズン入っていった時に、うん、まあ、心配要素も若干あるけれども、まあね、他に挙げたチームっていうのは今シーズンちょっと楽しみな戦い方が見られるんじゃないかっていう感じですね、うん、まあ言えばきりないけどねだ例えばさ阪神の誰が一番元気がいいかって言ったら糸井が元気がいいんだよ、ね、でも糸井はさもうレギュラーとしてはなかなか使いにくいでしょ、やっぱ年齢的なこともあるし、まあ、やっぱりシーズン持たないっていうことを考えると、はい、やっぱレギュラーがちょっと何かあった時の、まあ、サブ的な人間だよね、はい、もうね、うん、まあ、実力はあるけどさ、はい、だけどその人間が一番張り切ってて、うん、で一番結果を残してるというか、はい、そういうなんかすごく元気に見えちゃってさ、うん、いやいやそこじゃないんだってもっと頑張るべきところは、もっと頑張る、大山とかもっと頑張らなきゃいけないのにちょっとね思わしい結果が出てないというかね、はい、うん、だからまあそこら辺ではちょっと不満は残るけどね、はい、うん、他にどうですか豊さん的にちょっと目についたチームは、まあ、楽天はやっぱりこうピッチャーがいいだけに、はい、落ち着いた野球はできてるね、防御率オープン戦いいですね、いいね、ね、はい、だからまあこれはシーズンに入ってもそんなに変わらないのかなっていうね、うん、感じはあるし、そうですね、打率、うん、率も残してますからね、まあ、そうだね、オープン戦で、はい、だからまあ昨年の反省を生かし、うん、ね、まあ、マー君なんかは、はい、やっぱ今年は勝っていくだろうし、うん、まあ、早川も貯金を作っていくだろうし、はい、だからまあ悪い面っていうのはあまり見えなかったよね、うんうん、で日本ハムが最初絶好調だったんだけど、はい、当然ね、まあ、だけどちょっと後半失速してね、うん、順位的には何位だったのかな、まあ、ちょうど中間のところですね、まあ、中間ぐらいだよね、はい、まあ、これは最初の貯金で、うん、まあ、やってるんだろうけども、はい、やっぱそろそろ、まあ、シーズン入ったら落ち着いた方がいいね、うん、戦い方をね、そうですね、少しあとちょっと、まあ、エラーが12球団で一番、そうなんだよ、はい、それはね、いろんなポジションをやらせる弊害が出てるよね、はい、だからこういうことにならないようにシーズン中はね、うん、だからある程度の落ち着きを持って戦った方がいいのかなっていうふうに思うね、うん、それは感じたね、うんうん、まあ、まあ、ただね、はい、オープン戦が終わってね、今年のオープン戦を見てるとみんな真剣にというか、うん、戦ってたし、昨年とかお客さんがいなかったりだとかいろいろしたけども、うん、今年はねオープン戦の時からお客さん入れて、まあ、人に見せる、うん、で真剣さを伝える、まあ、それはもう十分にできてたし、はい、オープン戦の準備とすれば、うん、みんなそれぞれいい準備ができたのかなっていうふうには思うけどね、そうですね、はい、というわけで今日はちょっとオープン戦を振り返りながら、はい、今シーズンどういうふうに戦う、どんな戦いが見られるのか、はい、まあ、触れてない球団もあるかもわからないけども、ま、そうですね、まあ、おいおいと、おいおい、はい、はい、ということで、ね、はい、はい。